朝の挨拶をしましょう。おはようございます。おはようございます。何か自分の成長につながるようなものを得られるような歩き会にしてほしいと思います。今日は自分に挑戦、校長先生も挑戦したいと思います。たくさん友達と話しながらね、歩ければなと思います。まあ頑張っていきましょう。みんなの頑張りに期待します。ここからみんなね、またさらにアップして、スタートさらに来てほしいかなと思います。行くぞの1が終わったぐらいです。皆さん大丈夫ですか？まだまだ大丈夫ですか？大丈夫です。はい、今いい感じです。いい感じ、結構。でもまだいけますね。疲れました。疲れました。あ、楽しいです。新鮮に感じます。はい、チーズ。みんなが何かを一緒にやって、それで達成することで、なんていうかな、一緒に感じられる達成感っていうのを得るためにやりましたね、はい、周りの地域の人とかの協力もありながら、そこに感謝をしながら来れたんで、この帰りもそれを続けていきたいと思います。と長かったんですけど、その友達と協力したり、その、まあ、楽しい話をしたりして、今はすごく疲れてるんですけど楽しいです。歩く会を始める前までは、まあ、結構バラバラだったんですけど、この歩く会を通して一つになれたと思います。お母さん方もすごく一緒に楽しんで歩けて本当良かったなと思います。普段の家と学校の様子とはまた違った一面が見れてとても良かったです。自分を振り返って、飛躍してほしいかなという思いです。それでちょっと苦しいことに耐えながら、友達と一緒に耐えながらと歩いて、ここからまた新たなスタート。